みんな生きていたの？獅子よ、行くのだ。振り向くな。できないよ。恐れないで、獅子よ。みんながついている。さあ行って、取り返しがつかなくなる前に。どこ、みんなはどこ？目が覚めたか。この木が受け止めてくれたから無事でいられた。だけどこの辺りの木はもうだいぶ枯れている。森の状況はますますひどくなっていくが、影で何かが僕たちを守っているようだ。これはかつての森の姿。この場所に噂の鹿人族の森の心が隠されているのか。果てしない森の力、無尽蔵の木。やれ、小屋中に見つけるんだ。木々が次から次へと切り倒され、鹿人たちは仕方なく森の心の在りかを鼓の根に隠した。奴らに森の心の位置を知られるわけにはいかない。やっぱりあの者たち鹿人に手を出した。さあ、これを持って手分けして逃げよう。人間が私たちを裏切った。鹿人たちが旅立ったあの日に山津波が起こった。こうして生き残った鹿人たちは終わりが見えない旅に出た。道のりが険しく過酷な旅に耐えられなかった鹿人は次々と倒れていった。しかし彼らの魂は常に森と共にあった。魂の息吹を木に宿そう。森よ、どうかお忘れなきよ。森よ、どうか最後の鹿人を守りたまえ。あれは僕。やっと会えた、獅子よ。残ったのは僕だけなんだ。もう間に合わない。森の心がまた消えた。獅子は何を迷っている。ここは我らに任せろ。みんな来てくれたのか。みんなのために力を尽くし証明したい。はい、そこだから。もう一度やってみる。風はお前と共にある。もう一度だ。顔赤くなってるぞ。もうよして。僕は諦めない。家族を諦めない。何度でも。獅子よ、やったね。最後の鹿人よ。私たちの魂は常に森と共にある。私たちが授けた祝福により、その力で森を守りたまえ。声が今こそ光を取り戻そう。